ある意味ではあるんじゃないかなと思っていて、まあ、僕はそのロンドンとライプツヒ、ドイツのライプツヒというのを、まあ、言ってみてば、その大都市と地方都市と、まあ、2つの都市に住んでたので、まあ、そのロンドンっていうのは本当に大都市で毎日演奏会があってっていう、まあ、言ったら東京みたいな形で、まあ、そこでまあいろんな方がいていろんなことが言うっていうのが多分日本もね、多分地方都市と東京とは違うと思うんですけれども、そのライプツヒというところでは地方都市なのにもかかわらず、やはりそのオーケストラの演奏あの定期会員になって 毎週そのコンサートに必ず行くっていう人がやっぱりすごい多くて、やっぱりあのクラシックというものの馴染みっていうのがやっぱり日本よりはあるんじゃないかなっていうことはすごく感じました。やはり、まあ、例えばライプツヒだったらバッハとかメンデルスゾーンとかっていった作曲家が活躍した場所なんですけれども、そういう作曲家に対する何かそのやっぱ市民がそういう作曲家を誇りに思っていて、例えばバッハだったら、まあ、こういうふうに弾くみたいなちょっとしたなんか伝統みたいなのが強い伝統というか、なんかその聴衆の中にも強いこだわりというか、まあ、そういうのが感じられるような気はしました。ヨーロッパもかなり高齢化してると思います。演奏家に行くと本当に学生はすごい安い値段で一流のコンサート聴けるんですけれども、それでいてもまあホールを見渡すとほとんど、お年寄りの方が多くて、学生も少ないですし、高齢者と学生の間の年齢層もそんなに多くは感じないような気がします。そのね、チケットを安くして若い人に聞いてもらって興味を持ってもらおうっていうのは多分そういう一環の中の一つなんじゃないかなと思います。そのやっぱり時代もその昔と違いますし、やっぱりその娯楽っていうものが今本当にいろいろある中で、そこにその時間を音楽に費やすっていう人はやっぱり減ってきてるんじゃないかなとは思います。さっきのライプツヒのコンサートの話もしましたけれども、地方都市、まあ、ライプツヒなんか50万人くらいの都市ですけど、もっと小さくてもやっぱそこにオーケストラがあって、そこでやっぱ毎回のように毎週毎月定期演奏会をしてっていう風に演奏会もされたりとかもありますし、例えば美術とかそういうものも美術館とかいうのもたくさんあって来る人もたくさんいるし、あとはその作曲家の家とかそういった結構何気ないものでも保管されてたりとか、作曲家のピアノが保管されてたりとかで、そういうのがやっぱり博物館になって、でそういうのに興味があったりとか見に来る方も多いですし、ロンドンでは例えば美術館だったら入場料が一番大きなナショナルミュージアムっていうのは美術館が入場料が無料で全て寄付で運営されているんですけれども、なんかまあそういうふうにシステムがしっかりしていたりとか、なので本当に世界中の方が多く見に来て、そういう意味でやっぱりすごい文化が大切にされているなっていうのを感じますね。そのクラシック音楽は、まあそのまあ、自分が作った曲じゃないので、まずはその作曲家がいるということを常に忘れないで、作曲家の思いをなるべく自分がお客様に何か伝道師となって伝えるっていうことを、心がけて、やっています。で、まあ、またもちろんそれと同時に何か自分しか出せない個性というか、っていうのもそのやはりたくさん演奏家がいる中で自分が感じたことっていうのを大切に、自分のその練習してきたこともそうですし、その演奏の場で感じる直感っていうのも大切にしながら、その自分の個性っていうのを出せていけるように、ただその個性がその作曲家の作品を何て言うのかな、
を溶けてまで出ないようにっていうことは意識して、そのバランスを常にうまくいくように心がけております。大きな作品って3ヶ月くらい欲しいかなと思います。支援会とか、 なんかそういうところでいろいろ出してみて、まあ、絶対に最初から 100% うまくいくことってのはないので、まあ、そういうところでいろいろうまくできないところをちょっと見つけながら少しずつ、修正して入っています。今回ハイドンのピアノソナタとブラームスのパガニーニバリエーションの第1週を演奏したんですけれども、この楽器何度か弾かせていただいた機会があって、まあ、その楽器の特徴というかいうものはなんとなく自分の中では分かってたつもりだったので、なるべくその楽器のその長所が生きる作品っていうのを選曲してみました。まあ、その本当に音が柔らかくて温かみのある音なので、まあ本当にそのドイツものの古典派とかロマン派っていうのが自分はとっても合うんじゃないか、その叙情的な作品と、とっても合うんじゃないかなと思って、選んだのと、あとは、まあ、パガニーニのバリエーションは、バックハウス自身も録音しているので、バックハウスのレパートリーをバックハウスの楽器で演奏したいっていうのもあって選びました。本当に一言、音にこの尽きると思うんですけれども、この音の柔らかさ、温かさ、このまろやかさっていうのは、今まで演奏した楽器のどの楽器ともやっぱ違う、もう本当にこの楽器の持ってる個性なんじゃないかなって思います。もう本当に一音鳴らしただけで、なんか本当に体の中に染み渡るような温かい音が鳴るので、もちろんそれを、ただまあ音楽っていうのは音がやっぱりつながって音楽になるので、それを音楽にするのは難しいですけれども、まあ、この弾いていても何かとても温かいような、本当にぬくもりのある音がして、本当に何度弾いてもいいなっていうふうに感じます。シューマンのピアノソナタ第1番と、交響的練習曲を収録したんですけれども、シューマンの作品っていうものに自分はすごい心を惹かれていて、まあ、シューマンのよく言われているフロレスタント・オイズ・ビウスっていうその二面性、すごい情熱的な部分と内向的で物静かな部分とっていうのがあって、シューマンの音楽には2つ点在していて、それが本当に曲の中から唐突に変わっていくんですけれども、そういう部分にとっても惹かれていて、本当に自分が何か考えるというよりもその音楽を感じることが、何かより自然にできる、他の作曲家よりも自然に感情移入できるっていうのがやっぱり自分の中でシューマンが好きな理由の一つで、とっても叙情的なところもありますし、まあ、そういった中で、まあ、生涯できればシューマンの作品を多く、まあ、目標は全部ですけれども、勉強していきたいなと思って、まあ、その足がかりになる最初の第1枚の CD も、シューマンの作品で、出したいなと思って、この曲目にしました。